では続いてトコムコモディティフォーカスのコーナーをお送りします。ゲストをお迎えしています。エース公益リサーチ部アナリストの松永秀さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。松永さんよろしくお願いします。あ、こちらこそ初めてでございますね。そうです、はい。皆さんにですねそれぞれの、旬な話題をご提供いただきましてですね、はい、今いろんなお話を伺っているんですけども、今日はどんなお話を。今日はあの東京ゴムです。ゴム、はい、これはなかなかお話でいただいたことなくて、私も興味深いんですけれども。あ、なるほど。ごく普通の方にとってですね、ゴムって言いますと、はい、やっぱり自動車のタイヤの原料になる、ね、まあ、ほとんどが自動車用タイヤですね。ですよね、はい。そういうふうに考えてよろしいわけですね、はい、需要としては、はい。東南アジア、ASEAN あたりでの、そうですね、マレーシア、シンガポール、マレーシア、シンガポール、そうですかね、はい、で原料が取れると。そうですね。その需給のことってやっぱりそういうことなんですか。自動車の生産が上がる、あるいは産地の天候が、まあ、その消費の約 35% が中国なのですね。あ、そうなんですか、はい、ですから今年5月6月の中国の製造業 PMI、まあ、あれが予想以上に悪くて50ポイント割り込んだと。そうでしたですね。でそれで、まあ、上海の企画公益証銘柄非鉄金属、はい、で天然ゴム、で中国株が5月6月、まあ、暴落したわけですよね、はい。で、まあ、ちょうどその2ヶ月前に、まあ、天然ゴム価格、はい、で銅とかの非鉄金属価格、はい、で中国株が、まあ、2008年以来の安値についたわけですよ。すみません、ゴムの市況があるといいんですけど、ちょっとできないもので、はい、中国株のですね、ちょっとそれを代替で。そうですね、まあ、中国株の動き、上海があの総合株価指数あたりに見ていただいたら、上海ですね、ちょっと見ていただきましょうか、はい。そうすると大体なんかこれでこう類推できるかなと思うんですけれども。そうですね、 こういう形ですね、ね、冷やしになってます。で、まあ、これでその6月25日に、はい、まあ、上海企業公益証銘柄が、まあ、2008年終わり、はい、ないし9年初めからの、ね、はい、まあ、4年ぶりの安値をつけて、まあ、この同日に、まあ、あの同スポット価格、まあ、天然ゴム価格が安値をつけてるんです。あ、やっぱりそうなんですか。そうなんです。あ、で、まあ、東京ゴムはこの2ヶ月間で40円ほど下値から切り上げてきたんですね。ほう。で、まあ、テクニカル的には、はい、そろそろその売りを狙う方も出てくるかもしれないと。あ、そうですか、うん。あ、戻りがかなり、出てきたと。かなり戻った、うん、一旦またこう下がるところかもしれない、うん、という、テクニカル的に見たらそういう見方になるかもしれないのですが、ただこの2ヶ月間で東京ゴムが40円上昇した間に、産地天然ゴム価格というのは下落してるんですよ。お、そうなんですか、うん。で、まあ、今年5月からの、まあ、東京ゴムの暴落がひどくて、はい、まあ、300円水準から一気に下がって225円まで下がったのですよ。ほう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 。それで一時的に産地の現物価格より50円ほど割安になったのですよ、東京ゴムの方が。東京ゴムの方が。あ、そうか、うん、はい。で行き過ぎた、まあ、修正といいますかね、うんうんうん。でこの2ヶ月で東京ゴムが40円上げる間に産地価格が少し下がることで、やっと、まあ、妥当な水準になったと。ああ、そうか、うん。あの割安になってたのが今度は逆に戻る過程で少し割高になったかもしれないと。で、まあ、実際あのシンガポールの RSS35、あれはあの今月初めがもうこの4年間の最安値。あ、そうですか、うん。で、タイのハジャイとかの現物価格も今月初めが最安値なんです。最安値。だから天然ゴム価格というのは、まあ、今がこうこの 3,4 年で見ても最安値水準、うん。だから東京ゴムがこの2ヶ月で40円上がったことにより、うん、割高感からテクニカルからの売りというのはちょっと危ないんですね。あ、そういうことですか、うん。あ、で実際その現地現物価格がこう安い水準で、今年はあの天候がかなり不順なんですね。不順で、はい。で、まあ、世界3位を誇る生産国、はい、まあ、インドとマレーシアがあるんですが、インド、マレーシア、で、はい、まあ、インドのその
4、6月の生産高は 18% 減、昨年と比べて 18% 減、で今年インド4、6月というのは、長雨で生産高をかなり落としているんですよ、はい、まあ、それに対して、まあ、あのマレーシア、これも世界第3位、まあ、インドと同じなんですね、はい、まあ、ここも生産高4月で 39% 減、で、まあ、5月は 28% 減と大幅減なんですよ、供給量はかなり細る、細る恐れがあると。で、マレーシアの方は逆に受け入れが2ヶ月遅れて、はい、観測機構から生産高を落としたんですよ、で、まあ、インドが大雨 で、でこれでかなり生産高を落とす可能性が出てきたこと、で今の天然ゴムの現物価格で見たら08年09年の、初めからの最安値を叩いてると、はい、ほうだから、まあ、今年は後半戦に向かってちょっと現物価格が上昇、上昇する、はい、する可能性があると。ほう、で実際に、まあ、東京の東京ゴム、はい、で上海の上海ゴム、今月頭ぐらいからその上げの勢いが出てきてるんですね。お、そうなんですか。で今年初めにあの中国国民が発表した製造業 PMI、PMI、はい、非製造業 PMI、はい、ともに予想以上に良、かったんですね、はい、で貿易収支、輸入輸出ともに予想以上だったんですよ、ですね、だから中国株が今月頭からその上昇基調を強めてきた、はい、と同じくその天然ゴム市場も、そしてあの非鉄金属市場も上がってるんですよ。上がってきてる、はい、やっぱり中国は一番の需要王国ですからね。だからどうしてもね、中国株の動向に非鉄金属銘柄、まあ、銅とか亜鉛、ニッケルとか、および天然ゴムが左右されるんですよ。ということですか、だから中国関連銘柄として底堅さを出してきた、でなおかつ現物価格が、はい、まあ、ついその、ね、あの1週間2週間前に安値をつけたと、安値をつけた、だから伸びしろで考えたら相当あるんじゃないかなと見てます。あの 収穫時期というのはいつなんですか、天然ゴムの。まあ、年中ですね。年中、あ、そういうものなんですか、まあ、そのタイとかでしたら雨季とか寒気の影響で、まあ、生産高が多少増加減少はしますが、でインドネシア、マレーシアはあまりそういう影響を受けないんですか。まあ、そうするとその天候でもってどうのということもなくて、もうそのあの収穫高は大体想定ができる。まあ、例年であれば大体想定ができますが、で今年はそのインドとかマレーシアが、まあ、やっぱ4月頃から天候不順。天候不順。ああ、そうですか。一方で考えてみますと、そのアメリカを中心に自動車の生産はもちろん中国がこれからどうなのかというのが一つありますよね、国内での生産だから、まあ、そうですね、はい、で一方アメリカも結構好調な自動車生産が続いてますので、需要の方は結構タイトになるんですね。そうですね、まあ、今年上半期1、6月の、中国の天然ゴム輸入は昨年と比べて 17% 増、はい、まあ、かなり多いですよね。あ、そうですね。で需要面は結構安定してるかなと見てるんです、はい、であと国内在庫が激減してるんですよ。あ、そうなんですか。全国営業生ゴム在庫というのがございまして、ちょうど2ヶ月前が1万5千トン、で、現在が8千トン、はい、で特にその先週発表の分では、10日で1722トンの減少。だから今の減少ペースがあと50日続くと、その全国営業倉庫生ゴム在庫、ちょっと長いですが、まあ、そちらがちょっとなくなる恐れが出てきていると。あ、そうですか。まあ、国内在庫 その激減の理由は、産地現物価格より大幅に割安になったということなんですよ。あ、そういうことですね。2ヶ月前にその産地より50円ぐらい割安になったと、で実情からしたらわざわざ高いお金を出して輸入するよりも安い、国内の在庫を業者から在庫を手当てしたよ。でそれと同じくその上海の青島天然ゴム在庫、はい、で2ヶ月前が、まあ、過去最高の37万トン、これが、まあ、かなり重荷になったのですが、でこの2ヶ月で37万トンから29万トン激減してきたのですね、はい、これ上海ゴムも現物価格よりだいぶ安くなったんですよ。それで急激に減り出したと、はい、
だから特に東京市場があのこの2ヶ月ひどいですよね、うん、もう約半分に在庫がなってますから なってますか、はあ、今の価格ではその産地から現物を呼び出すのはちょっと難しいと、うんうん、である程度高値を出せば産地からやっぱり大量に現物を呼び込めると、うんうん、あそうですか、うん、そうしますとこの先の相場想定なんですけどもどんなふうに見たらいいんですか。まあ、じりじりとこう水準を引き上げて、まあ270円台、80円台、90円台と向かっていくんじゃないかと、はい、あ直近の高値はいくらなんですか。直近の高値はですね、まあ、今年その5月の299円5月の299円、うん、あちょうど株価と同じですね。大体あの辺、あの時期に高値ですか、まあ、そうですよ ね、うん、あ取っていく可能性は高そうですね。そこら辺の需給を見ますと、うん、現物需給で。ただやっぱりテクニカル的に東京ゴムのチャートだけを見る人は、ええまあ、この1ヶ月で40円の上げ幅、ということですか。やっぱり値頃的にそろそろ売ろうかなと、一旦売ってみたいなと、いうところは出てくると思うのですが、それは危険ですよと。あまり深追いしちゃいけないぞということですかね。まあ、買いの利食いはいいかもしれないけれども、新規の売りはちょっと、まあね、考えた方がいい、はい、ということでしょうか。秋になると面白くなりそうですかね。そうですよね、面白いですよね、相場はね。昨年と同じなんですよね。おでそれもそうだった。昨年の夏もその大暴落しまして、340円からの大暴落、で205円まで落ちて、おで、まあ、あの産地の現物価格で50円割安になったのです。おうおう、それで8月から去年の10月にかけて国内在庫が1万6000トンから8000トンまで、そうですか、今回のように激減したんですよ。じゃあ同じ相場が出てくるということですよね。わかりました。なかなか興味深い話、松永さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上トコムコモディティフォーカスのコーナーでした。